ソ連優勢当局が発行したアベルを検証する、キッテルドルフ・イバノビチ・アベルは、ソ連の職業的諜報員。大佐。本名をイリアム・フィッシャー。イギリス・ニュー・キャッスル氏のロシア人政治難民の家庭に生まれた。父はドイツ系、ヤノスラブリ県出身で革命運動に参加した。母はサラトフ出身で、やはり革命運動に参加していた。 1901年、フィッシャー夫妻はイギリスに移住した。1920年、フィッシャー一家はモスクワに戻り、ウィリアムはコミンテルン執行委員会国際連絡課で通訳として働いた。1924年、モスクワ東洋学大学インド文校に入校したが、招集され、モスクワ軍管区第一電信連隊に配属された。除隊後は、 呂能積軍空軍科学研究所に入った。1927年、フィッシャーは、統合国家政治局に作戦係補として採用され、欧州諸国で非合法活動を行った。モスクワ帰還後、国家法案注意に昇進したが、1938年末、何の理由もなく解雇された。解雇後、全連邦商工会議所、後に、航空産業工場の仕事に移った。 諜報部に戻ることを再三要請したが、これは叶えられなかった。独ソ戦勃発後、1941年9月、破壊工作とパルチザン活動に従事する部隊に志願。この期間、後の彼の偽名となるレドルフ・アイアベルと知り合った。フィッシャーは、ドイツ軍の占領地に派遣された、パルチザン及び諜報員のための無選手を要請した。終戦後、非合法諜報に復帰。 1948年11月、原子力施設で働く、情報源からの情報入手のために、アメリカに派遣。フィッシャーには、コードネーム、マークが与えられ、画家を装い、公園夫妻と接触した。1949年5月末までに、マークは、業務上の問題をすべて解決し、同年8月には、具体的な成果を上げ、赤旗勲章を授与された。 マークの業務の負荷を軽減させるために、1952年、無選手の例のハイハネンが彼の元に派遣された。しかし、ウィックは精神的に不安定で、主乱となり、金を浪費した。このため、彼をモスクワに召喚することが決定されたが、ウィックはアメリカに自首し、マークの存在を当局に通報した。1953年、 ブルックリンの新聞配達少年が偶然落とした新聞台の5 0と効果が割れ、中から不審なマイクロフィルムが見つかったという事件があった。FBI は4年の歳月を費やし、1957年にアメリカの核情報を探るスパイとして自称画家であったマークが逮捕された。と呼ばれるインテリジェンス史上に残る事件であった当時、ソ連当局はスパイ行為への関与を否定した。 フィッシャーは自分が逮捕されたことと自分が裏切り者でないことをモスクワに知らせるために死んだ友人の名前、ルドルフ・アベルで押し通した。取り調べ中、スパイ行為への関与を否定し、裁判での証言を拒否し、アメリカ当局からの買収の申し出も跳ねつけた。裁判では死刑判決が出るところを元 OSS 顧問弁護士のドノバンの弁護により禁錮30年に減刑され、 ニューヨーク刑務所、後に、アトランタ刑務所に収監された。ドノバンが1960年5月1日に起きた、U、U-2 撃墜事件でのパワーズ釈放交渉で、彼だけでなく学生スパイの容疑で拘禁されていた、フレデリック・プライアーも交換釈放となったのは、この時の原刑弁護が奏行している。1962年2月10日、東西ベルリンの教会である、 クリーニッケ教において、1960年5月1日に、撃墜された、アメリカの U-2 偵察機のパイロット、フランシス・ゲイリー・パワーズ、スパイ容疑で抗菌中であった、留学生、フレデリック・プライヤーと交換される形で解放された。この際、ロバート・ケネディ司法長官から恩赦された。帰国後は、庁報部に復帰し、非合法庁報院の教育に当たった。 1971年11月15日、死去。霊人勲章、赤旗勲章3個、労働赤旗勲章、一等諸国戦争勲章、赤星勲章を受章。日本では、効果の空洞の中に、秘密という類似として、フィクションだが、江戸川乱歩のデビュー作、二千動画が言及されることも、ある。ありがとうございます。